こんにちは、今回は変異の雷撃を使ったドロシーウィッチ、紹介していきたいと思います。で、変異の雷撃が相手のフォロワーすべてを萌えネズミに変身させる。で、萌えネズミがコスト1の11の自分のターン開始時お互いのリーダー1ダメージで小賢しいな。どんなモンスターも、守護とか、そういった能力で選択できないフォロワーも全て萌えネズミに変身させると同時に、デモンストライク程度の火力は出ると非常にうざいカードだと思います。で、6コスト重いんですが、死の舞踏の枠を、変異の雷撃に変えました。ドロシーウィッチがどれだけ戦えるのかちょっと今回、検証していきたいなと思います。死の舞踏は死の舞踏で強いんですが、2点ダメージ与えつつ、確定除去やから、ただ、確定除去するまでもないと。例えばバハムートとか破壊するにあたって、別にバハムート確定除去しなくても萌えネズミに変身してダメージ与えてもいいかなっていう程度やから、それが全体に及ぶし、死の舞踏で対応できない部分も あるので、エルフとかちょっと微妙かな。どう微妙かっていうと、やっぱエルフって小さいフォロワーが多いから、変異の雷撃で変えたところであんま意味ないと。守護を置いてくれればなんとかなりそうなんですが、変異の雷撃来たか。一応プレミア2枚当たって、使い道がなくて困ってるんですが、マジックミサイル撃ちます。でね、新環境になってなぜかよくわからないですが、消えました。何が消えたかっていうと、何が消えたっていうか、ドロシーか、ドロシーウィッチが消えてしまって、ね、よくわからないんですが、これ撃つか、マジックミサイルかな。ドロシーウィッチが消えてしまったんですよ。理由はね、本当よくわからない。次のターン、クラークからのゲイザー出す感じかな。森嵐打ちます。一応エンシェントが対応できなくなっても変異の雷撃でいけるし、どれだけこう相手のライフを削り取ることができるかやんな。とりあえず、クラーク出します。で、ゲイザーも出しちゃっていいと思います。ただ変異の雷撃がちょっと6コスっていうのが重いかな。でもどんなカードもこう対応できるっていうのは強いかもしれんけど。で、小賢しいな。4コスは4コスはフェアリー出します。で、フェアリー出します。で、羽の輝き冥府から、なんか冥府がね、若干流行ってる。理由はまだわからないですが。そっちで、なるほどなるほど。ここは虹の輝き、ドロシー来たか。虹の輝き打って、ルーンか。エミル出して、エミルし、こっち進化でいくわ。一応変異の雷撃で使う続きやから、もうばっこり顔狙っていって、もうフォロワーあんま関係無視していって、もうばっこり行きましょう、ばっこり。で、変異の雷撃打って、次のターンドロシー出すっていうプランにするか。で、変異の雷撃の、演出か、まだあんま見てないので、ちょっと楽しみかな。でもこれ打ってもしょうがないか、変異の雷撃。で、全部取ると。で、進化使う。進化使うんやったら変異の雷撃撃つか。あんま強くないけどな。なるほど。そうか。だったら、こう打ってもしょうがないような気がするけどな。こっち出すか。こっち出して進化使いましょう。で、変異の雷撃は、もうちょっとフォロワーが湧かないと、あんま意味ないから、もう顔狙っていって、8点やろ。最大5点ダメージ与えられると考えて、そうやな、最大5点やから、ただドロシー出してしまうと今までのドロシーウィッチと全く一緒になってしまうから、あんまりやりたくないんですが。ただ確実に勝てるよな、ドロシー出したら多分クリ。おっきいおっきい、そういうのありがたいわ。で、さらにフェアリーとか置いてくれれば次のターン4点与えつつ、萌えネズミになるから、悪くないな。で、
まあ、フェアリー攻撃で小賢しいなあんで小賢しいなあ。じゃあこれ変異のあやぎ打ちます。こうどうしても対応できなくなった時に変異のあやぎを打ちます。あープレミアの変異のライ、モエネグミか、待ってんな。あ、しかもお互いかこれ。あお互いか。さあナナコスはただ、リノンセウスの火力は上げられないぞこれだと。あで4点陣がちょっとな悔しいな。あんで小賢しいな。あ自然の道。あなるほどなるほど。んで燃えネズミ出します。でフェアリーサークル打ちます。で小賢しいな。あっ新たな運命。なるほど1点足りてないぞ。大丈夫かこれミスタープレミあれこれ買ったぞこれ。あれなんか買ってしまった。もう申し訳ない。あーなんか相手プレミしたり、なんか完全に負けたかなと思ったけど、てか負けたと皆さん思いましたよね。いや、まさか相手がこう、リーサルを逃すと思うんかった。今の多分勝ってたぞ、相手。今の勝ってたよな、絶対。あれ、どういうことや。ギリギリ足りなかったんかな。で、あと10で、ウィッチのレベルが、100になるので、まあ、次勝ったら結構いいかな。勝ってさらにレベルが100になるみたいな。結構気持ちくなるんやけど、負けてレベル100になるっていうのがあんまりね、嬉しくないかな。で、100レベルになったら何もらえんやったっけ。エンブレムやったかな。まあ、ルピとかパックやと嬉しいんやけど。さあ、2戦目の対戦相手は誰か。まあ、意外にやっぱ萌えネズミ強いな。まあ、でもお互いっていうのが、年収2000万。なるほど。来撃か。まあ、一応ネタ動画なんで、ヘイの来撃一応撮っておくか。まあ、一応ネタ動画なんで、まあ、皆さん、実際やるときは、ヘイの来撃はこう入れ替えても全然大丈夫なんで、てか入れ替えた方がいいと思うわ。まあ、大きいな。結構大きいな、これ。まあ、フォロワー相手、てか、自然の、聖の願いか。まあ、あれが来れば撃てるし、全部読めるな。なんか面白いようにことが運んでいくな。こうやって。変異の雷撃2枚目。すごいよな、プレミア。もうちょっと下も見たいけど。なるほど。ルーの貫きか。もうこれジジイ出しちゃうか。これジジイいらないんで。まあ、ドロシーさえ出せばなんとかなるし、さあ、サンコスは。小賢しいな。小賢しいな。なるほど。まあ、ゲイザー出しておいて。で、多分、ハゲで、というか、多分っていうか、ハゲで取れないから、まあ、厳しいんじゃないか。それか。うまいな、なかなか。うまいというか、うがいいな。とりあえず、まあ、デモンストライクかな。デモンストライク、マジックミサイル3コスにかけるか。マジックミサイル3コスにかけるか。3コス以下。小賢しいな。まあ、これ実力かな。まあ、次のターン、まあ、ドロシー出してもいいんですが、まあ、できれば、まあ、変異の雷撃使いたいから、まあ、フォロワー並べてほしいかな。でさ、変異の雷撃ってイージスに受けんのかな、こうか。まあ、受けないか。まあ、受けないか。聖なる願い。で、これフォロワーだけやったっけ。あ、フォロワーか。なるほど。で、小賢しいな。とりあえず、デモンストライクプラス、変異の雷撃はまだ打ちたくないっちゃ打ちたくないので、まあ、デモンストライクかな。デモンストライク、いやいや、もうこれ普通にドロシー行った方が強いよな、多分。もう打つか。打っちゃって、進化。ちょっと使い方が荒いかもしれないですが、まあまあいいでしょう。まあ、4点与えて。で、ルーンで2点。デモンストライクで6点やから、6、7、8点。で、今1点食らったから、あと6点か。なんとかいけるんじゃないか。変異の雷撃強ないか。まあ、いかなる死後を張っても変異の雷撃で、まあ、取ることできるし、小賢しいな。ハゲかな。ハゲ出して、中堅出してって感じかな。ハゲ出します。なんか相手の動きが全部読めてしまうわ。怖いわ。
まあ、中堅まで行ったらこれもう本当やばいよな、読みすぎやな。あーマイニューか。ただマイニューに関しても、ちゃんとできるし、次のターンね、ここポイントなんですが、裁判所が割れるから、ここ変異の雷撃で、相手のフォロワーすべてまだ早いかな。早いかな。まあ打つか、打っちゃえ。とりあえず打って、これで2点ダメージを与えつつ、次のターンからもうルオロシーでいきます。はい。これであと12点やろ。で、ナナコスは、まあ、燃えネズミが邪魔になってくるから、まあ、なんとしても破壊したいけど、ずっとこれは残り続けてしまうから、まあ、次のターンにもまた利用されてしまうから、まあ、相当うざやろな、これ。まあ、こっちにフォロワーがいれば、相打ちでこう、ね、除去れるんですが、ずっとこう残り続けてしまうから、めんどくさいな、これ。だから2点、もうあと10点しかないと当然やから。小賢しいな。これ、燃えネズミの効果でさ、相手苦しめていきたいから、これデモンストライク打ちます。デモンストライク、あ、すいません。デモンストライク打ちます。で、これターン終了。で、燃えネズミの効果を受けて、相手次のターン何もでき、あー、まあ、セナが割れました。これで、まあ、4点になりました、相手。勝ちました。もうリーサルは見えました。はい。まあ、死後もう1枚貼ったらまだ分からんけど、でもこれ勝ち合うドロシー1コスやし。で、いや、これ強いぞ、変に雷撃。意外に強いわ。てか、普通にドロシー出したら負けたかもしれん、あの時。まあ、変の雷撃撃ったから勝ったみたいな、そんな感じ。小賢しいな。え、てか、これもうルーム打っただけで勝ちやろ。勝ちやわ。ルーム打ちます。ロング打ちます。で、あー、間違えた。あ、そっちじゃないわ。まあいいか。もうレビー出して。申し訳ない。ちょっと、プレミしてしまった。リタイアするかな。しない。なるほど。まあ今のルーン、まあ、グリーンミニューとか打ってたら勝ってた感じかな。まあこんな感じですわ。ちょっと負けるまでやっていきたいと思うんですが、まあドロシーにちょっと強化が入ったって感じかな。まあ死の武闘も強いんですが、まあ多分変異の雷撃の方が強いかな。特にこっち変異の雷撃を打ったターンは何も出さないから、まあ次のターン相手、まあ変異の、これじゃない、これか。5体こう埋まってる状況とかやったら、毎ターン5ターン、5ターン、5点ダメージとか与えていって、そで、次のターンデモンストライクとか、またフォロワー出さなかったらまた食らっていくから、なんか使い方次第ですごい、なんか乙姫のロックされた感じかな。乙姫もやっぱメイフエルフの時にロックされてしまって、まあ、盤面こう埋まってしまって、次のターン何もできないっていうのがあったんで、まあその応用って感じかな。本気でいくわ。まあ、今回も、なるほど。じゃあこれ変異の雷撃残しますか。今回も変異の雷撃は残していくっていうプランでいきますか。ただ、超越ウィッチは、さすがに無理やわ。いくら変異の雷撃を使ったとしても、超越ウィッチに関しては、もう小賢しいから。さあ、1コスはないか。2コスを置けたら大きいかな。ドロシーか。まあ、悪くないな。やっぱドロシーウィッチは最初にドロシー引けるかどうかがすごい勝負の分かれ目になってくるから、ドロシー引けるかがやっぱ大きいよな。これ大きいわ。ステルブーストのカードがたくさん入ってるし、4枚もいってしまってるからな。エミル出しますってことはドロシーか、ミラーでどっちが強いかって感じやな。とりあえず、知恵の光打ちます。でこれ取って、全部置きますか。まあ、一応レイとかで、まあ、盤面返されてしまう可能性はあるんですが、まあ、ドロシーもおるし、こいつ破壊されても別にいいから。小賢しいな。予想してたらできたわ。まあゲイザー取って、エミル取るって感じかな。でゴーレムでエミル取るって感じか。でルーンの綱抜き打ちます。小賢しいな。なるほど。顔狙うんか。それ面白いな。ドロシーか。とりあえず、まあ、デモンストライクをレヴィに打って、これ、相打ち取って、で、進化。まあ、4点与えていくっていう感じでいいかな。で、次のターンもドロシー打っていくっていう感じで。ただ、ドロシー2枚で来てるから、まあ、まだ続けてくる可能性はちょっと低くなってる感じか。さあ、5コスは。
グレンの魔術打ちます。でその顔ばっか狙って悠長なことしていいか。ただヘイの雷撃は強いんやけど、あーこれ自分にも不利になるから、で今押されてる状況やからヘイの雷撃簡単に打ってしまうことができないような気がするな。あドロシー3枚小賢しいな。ねとりあえずもうドロシー出すしかないので、出します。多分ヘイの雷撃出したら負けるんで、まあ、ドロシーで全部入れ替えて、まあ、進化を使います。で、まあ、ルーの貫きもコストは下がるから、まあ、これは一石二鳥で攻撃して、刃の魔術師出して、まあ、相打ちを取っていくっていう感じか。でゲイザーも減ってるからゲイザーも出しとく。あで相手まだドロシー来てないから、あじゃあなこの辺で来そうやな。でもあレビー出します。でこれ顔狙ってくるかどうかやな、グレンのマジックで。まあ、ドロシーでも7点をやっぱ無視してしまうと相当厳しくなってしまうから、さあ4コスはグレンの魔術を顔に打ちますと。で小賢しいな。あじゃあルーンの貫き打ちます。顔を狙います。まあ、刃でも出しておくか。あ刃出しておいて、顔を狙っていくと。さあ7コスはもうこれ勝ちかな。8点は無理やろさすがに。はい勝ちました。まあ今のはやっぱ盤面取るべきやったな。あまあドロシーのこの7点を無視ってやっぱ8点は絶対無理っていうのは分かってるから、あーリーサルがない状況でこう顔を狙っていくと余計不利になるから、まあこれ結構環境に刺さってるな今。あー特にドラゴンとか、まあ、あのウロボロスっていうなんかあのゼルとウロボロス の, あのコンボのデッキあるんですが、まああいったデッキにもやっぱ、変異の雷撃は使えるかな。特にドラゴンによく刺さると思うわこのデッキは。まあ今までのウィッチとかエルフとかそういったもんよりは小賢しいな。あこれローラン入りのロイヤルかな。レヴィとールーンの貫きか。まあレヴィは最初いらないかな。あエミルか。なるほど。まあ先行なんで、まあ、虹の輝きもいらんかもしれんけど、なるほど。大体3勝ぐらいできたら、まあ、3連勝ぐらいできたら、まあ、上出来やと思ってるので、まあ悪くないかな。あこれも打てない。ただドロシー来たからまあ2コス出せないっていうのはまあまあまあまだマシかな。あドロシー来たらまあまだ許せる範囲やわ。とりあえず虹の輝き打って1コスが来ればありがたいかな。ああ来たか。あ運だけは持ってるな。レヴィには来てるしすごい火力も出せそうやし、エミルも出せそうやし、まあ、ルーンの貫きもあるしでドロシーもあるしもう言うことなしぐらい強いんだなこれ。とりあえずそうやな、まあ、レヴィ出したくないからとりあえずルーンの貫きかな。ルーンの貫き打ってあで次のターンに、エミルとかレヴィとかもう一気に出していく。まあ、風呂編かな、風呂編出してって感じかな。さあ4コスはまあドロシーももう6やからそろそろ出せるし、ただレビューは1体で使いときたいな。ジェノ出します。おさかしいな。進化はさすがにないわ。小さかしいぞそれは。小さかしい。とりあえずレビュー出します。まあ、進化使います。進化はさすがにないわ。で、2、3やから、グレンの魔術プラス、刃の魔術師かな。で、刃を出して、取って、エビリー出すと。で、次のターン、レビーを一回出して、で、盤面を取ってからドロシー出すか。さあ、5コスは。ただ4-4と2-2このフォロワー2体を除けることが非常に難しそうやな。さあ5コスはまあいつもやったらオーレリアとか出されたら対応できなかったんですが、
まあ、それも対応できるということで、まあ、悪くないかな。さあゴコスはアルゲールを出します。ただこれ顔を狙ってしまうと相手負けが確定するから、まあ、進化でレミを狙うって感じかな。さすがにな。さすがにな。とりあえずレヴィ出します。レヴィ進化でやっぱ進化権はねやっぱ使えるフォロワーに使っていきたい。で相手のフォロワーを打ち取りつつだから、まあ、グレンの魔術を打って、攻撃します。3コスで、まあ、ゲイザー出しておくと。で次のターンクラークとかが来ると相当強いし、まあ、7コスなんでゲイザープラスドロシーでもいいんやけど、アルビダを出します。で、まあさすがに除去取らないとしょうがないよな。で進化使ってるかな。あーもう分かんないでこれ負けてしまうぞ相手。でヘイの雷撃は、まあ、デッキ3枚まだ眠ってるから、まあ、全然大丈夫やし、知恵の光打ちます。来ちゃったか。ただ今は使いたくないのでこの2枚置いてからドロシー打つか。まあ1枚変なラゲしてたけど多分これ来るんじゃないか5枚ドローしたら。来ないか。まあとりあえずこれ取って、エミル出すって感じか。ただちょっと手札が弱くなったか。まあ、4枚あるけどあんま使えないカードやから、まあどちらかというと変な雷撃の方が強いかな。椿を出します。小賢しいな。あーでターン終了かな。椿ってことはカエルデッキの可能性が高いな。まあ潜伏デッキって言われるやつやねんけど、さあ1コスはタージを出します。で小賢しいな。なるほど。ドロシーか。まあルーンの貫き打って、まあ、そうやな、こいつプラス、ゴーレムかな。で次のターンまだドロシーでいけるし、燃えネズミとかも来たらいいし、もうこれ負けやろ相手。しかもフロントガードジェネラルとかにも対応できるっていうのが強いよな。さあ8コツはさすがに無理やろ。まあ、旋風陣があれば全部除去することができるんですが、まあ、それもね、ただカエルデッキやとありえるかな。まあ、潜伏の長所を生かしつつ旋風陣で全体除去する、本当に強いそれは。取ります。でアルビダの号令を出します。で渾身が1枚ぐらいあるって感じかな。やっぱロイヤルはウィッチみたいにコスト下げられないから、もうゼロコスで何も出てくる心配、心配がないからいいよな。とりあえずドロシー出します。でヘイの雷撃とか来れば結構嬉しいかな。なるほど。じゃあここはまあ取って、デモンストライク打って顔とゲイザー。でルーンの貫きもあるので、なんとかなるかな。もう1点しかなくなってしまうし、まあヘイの雷撃、3体おる状況で打てば勝ちやし。さあ9コスは強ないこのデッキ。まあ、ドロシー自体がまあ強いっていうのはあるかもしれないんですが、まあ、間違いなく2戦目、さっきの試合は3試合目かな、さっきの試合は間違いなく、変異の雷撃のおかげで勝てたから、しかももう4連勝やろ。しかもあんま危なげなくこう圧倒的な力でねじ伏せてるって感じやから、まあ、変異の雷撃はもうバンバン使っていっていいかなと思います。特に盤面5体埋まってる、特にネクロとかやな、アグロネクロとかにはすごい刺さるんじゃないかな。まあ、ラストワード持ってる、骨の貴公子とかに孵化してるやつに、使っていけばだいぶ強いやろうし。まあ高校のがドロシーウィッチありがたいっていうからな、まあ、その理由の一つとしてレヴィが強いから、だからいろいろこうナーフされていくからレヴィを一番ナーフするべきだと思うんですけどね。
強すぎてちょっと笑えないというか、まあ知恵の光打ちます。でもうルーン2枚あるやろこれで、ドロシーが来てる、でヘイの雷撃来てるもう言うことなしやなこれフェアリー出します。で何しておかしいな、なるほど。まあレビーか、まあベビーウィッチ出しといて、でレビーは一応進化使って出したいから、まあ3コースなかったらレビー出さずに、まあ、ターン終了かな。攻撃、攻撃、小高しいななるほど。ゲイザーか、レビー出してもいいんですが、もうこれ出さないが強いんで、まあ相打ち取ってでポイントなんですが、多分フェアリー取るよりも、ピコ太郎取った方が強い。さあ4コースは、ピコ太郎出します。で、まあ、攻撃攻撃でターン終了かななるほど。まあレビー出して、まあルーの貫き打つって感じかな。まあ虹の輝きはまた後で使うとして、攻撃してルーの貫きかあーでグレンの魔術もあるから、まあ相当厳しくなってくるやろうな次のターンから。でまあ相手、まあフェアリーいるんですが、まあリノセウスの火力を出すには、あ盤面展開していたら埋まってしまうから、盤面展開している状態でモエネズミにしてさせられてしまったらもうどうしようもないから、まあそれもちょっと見計らってやっていきたいなと思います。さあゴコスは小賢しいなあーまあフェアリー進化でデレビーを取るのか、それともフェアリー進化で顔を狙うのか、あそのどっちかやと思うんですが、ただここで森の石とか売ってる暇もなさそうやし、暇というか売ってるよ、あ打つ余裕がなさそうやし、まあフェアリー進化が妥当かな。まあフェアリー出します。で進化かな、まあ進化使うと、なるほど。まあ盤面埋まれば、あ変な雷撃でいいかなと思う。ただ異能性どうやろうなお互いに5点やからな。でもう全部除ける感じでいいか次のターン。あーまあ3コス分はグレンとルーンの貫きで、ああ小高しいな。とりあえずマジックミサイルを撃ちます。でまあルーンの貫きかな。あールーンよりでも虹の輝きのいいか、ルーン虹の輝き撃ってで、1コスで、まあ、知恵の光と。で次のターンからもうバッコリいきたいと思います。まあ、グレンプラスルーンプラスゲイザー出して、さらにまあうまくいけばドロシーも、出せればなと思います。クリスタルと小賢しいなあ小賢しいな。多分こうドロシーいけるから、まあルーン打ちます。グレンドマジック打ちます。3コスやろ。まあ、ゼロコスでこいつ出して、そうやな2コスで3コスやが、まあ、こいつをまあドロシーに打って、ドロシーを下げて、ゲイザー出してドロシーであー強すぎるな、まあ、ドロシー進化でいきます。でレビーもいるから、またこれレビーでグレンの魔術が展開される上に、まだまだこれで終わりじゃなくて、エミルを出すと盤面展開力がえぐないか、これ342対2、222対2、731対どう突破せよ今これさすがにこれ負けかな。まあ、このね圧倒的な展開力がドロッシーウィッチの強い点かな。まあ5試合目は変異の雷撃は使ってないんですが、まあ使うまでもないかな。特にエルフとかは使わない方が強いから、まあドラゴンとか、ロイヤルとかその辺には使った方がいいかも。小賢しいなまだ対抗対応するか、なるほど。ただこれ次のターンリーサルじゃないか、まだ無理か。いやこれリーサルあるんじゃないか、3456789が無理か。レビー出します。知恵の光打ちます。あーで進化を使ってあーで、グレーのマジスを加えて、まあ相打ち取って、あ攻撃攻撃攻撃
そうやな、まあ、デモンストライクでもいいんやけど、そうやな、まあ、グレイクでゲイザー下げて、グレイクでゲイザー下げるって感じにしとくか。このさ、展開力えぐない？さすがにエッグトマトの汁がこぼれるわ、これ。で、グレンの魔術とデモンストライクで6点が確定してるから、まあ、刃の魔術師または、なんやったっけ、ルーの貫きか。ただ、まだ戦うってことは何かしらあるってことか？さあ、ナナコスは。まあ、もう無理かな。ニコスが4体と、ゲイザー1体で。まあ、いくらエルフといえど、この盤面を覆すことは無理かな。で、進化圏ない状態で8コスで13点は無理なので、まあ、除去に徹するしかないと。無理、絶対無理。もう計算があるんで、これ、8コスで進化圏やって確か12点やから、もう絶対無理。で、なるほどね、足りない、足りない。そう、分かってるから。なるほどね。で、小賢しいな。リノセース2体除去いった時点でもう相手どうしようもないけどな。まあ変異打って、グレンの魔術打ってって感じしとくか。これいいこれいいって。まあこれ勝ちと。もしかしたらてか、もしかしたらっていうか、もう断言できるんですが、この変異の雷撃、相当強いわ。まあちょっと最後の方は あんまりこう活躍してないんですが、もうボンボンマスターポイントも上がっていくし、負ける要素が皆無。でも今5連勝やろ、相当強いぞこれ。まあでも大体7連勝ぐらいで終わるから、まああと勝ってまあ2回ぐらいかなとは思うんですが、まあ、あまりこう勝ちすぎると、みんなこのデッキを使ってしまうようになるから、まあ、手加減して負けるっていうね、手が一つあるんですが、さあ6戦目の対戦相手は誰か、ドラゴン。まあ結構強いな、ポイントが強い上に、ドラゴンなんで、まあ、最後これで、多分負ける可能性が高いかな。先行やからまあ全部入れ替えて、あードロシーか。まあ最初にドロシーが来たから結構強いけど、ただドラゴンやからな、変異の雷撃はすごい刺さると思うわ。エミルか、まあ悪くないな。まあマジックミサイル顔に狙う感じかな。フェイスドラゴン以外1コスで出てこないから。今すごい簡単やけど。っていうかね、もうさすがに、これ今30分ぐらい撮ってるんで、もう疲れてきたわ。さすがにね、疲れてきた。休憩なしでやっぱこう連勝するのはほんと疲れるわ。竜の託せ、なるほど。とりあえず、まあ、マジックミサイル撃って、まあエミル2体出す感じになるのかな。出せないか、こっちは。ちょっと集中力が切れてくるからやっぱ練習は難しいよな。やっぱ休憩してやると結構いけるんやけど、ぶっ続けでやると結構しんどいかな。まあ、ある程度こう強さが分かってもらったらもうこの辺で切ってもらって、いいと思うんですが、最後まで見てもらう必要はね、まあ、全くまあない。で、この時点で、一番最初から見てる人とかいますかね。いないから。ゼル出します。小賢しいな。なるほど。まあ、虹の輝きでも打っちゃって、攻撃します。で、ゴーレも大きいな。ゴーレも置いて、エミル出しておくと。で、次のターン、レヴィ進化でグレンデだが3コス分はそれに使って、で、刃の魔術で疾走を持たせていくって感じかな。さあ、5コスは。で、最近のドラゴンの共通点が、ドラゴンウォーリアーが入ってない。これ確実に言える。そうやなって思う人結構いると思うんですが、ほんとそうで、もうほんと入ってないんですよ、ドラゴンウォーリアーが。なんでやりやすい。で、変異の雷撃もまあドラゴンのぶっ刺さり、特にウロボロスとか、そういったデッキはすごいやりやすいから。とりあえずユニコ打ち取って、レヴィ進化って感じかな。それでレヴィ出して、まあ知恵の光打って、レヴィ進化。まあユニコを取って全部顔に行っていく感じかな。まあ顔で、
グレンの魔術打って、刃の魔術師出していくとあで次のターン、ドロシー出せるんで、でもしめんどくさいフォロワーが出てきたら変異の雷撃で相手を全部こうネズミにして、どんどんまたバッコに狙っていけるから、ミコ出します。なるほど。でさてあまあ進化します。で大会と化す、小賢しいなまあ取りますよね。でこれ萌えネズミに変身させて、いきますか。てか買ったんじゃこれ10点やろ2周で。ああでもドロシーでも良さそうやな。ドロシーでいくかまあドロシー進化のせいでドロシー出します。まあ兵の雷撃も強いんやけど、これで引いて、なるほどあ強すぎてちょっと笑ってしまうなこれまあクラーク出します。ゲイザー出します。で進化で8コスで、まあ、全部除去できない上に、まあ、イスラフィールも多分出てこないから、もうどうしようもないかなこれは。まあ、さっきの試合も、まあ、どうしようもなかったけど、やっぱドロシーこう7点の無視してしまうと負けやから、絶対ドロシーは取らなあかんし、でこれポイントがまだ2コスになってるっていうね、ドロシーがしかもグレイク出したらドロシー0コスになるから、実質グレイクとドロシーセットで出せると、小賢しいなあれ、結構減ったななるほど。レヴィか、とりあえず、まあ、こいつ無料で、まあ、出して、無料出せるみたいなもんやから出しておいて、まあ、攻撃します。でドロシー出します。で5コスで4点のダメージ与えられることができるからな、4点なるほど。これ買ったんちゃうか。とりあえず、まあ、知恵の光撃ちます。マジックミサイル撃ちますルーン3枚えぐいな。まあ、ルーン2枚打った時点で勝ちやし、まあ、たとえこう全体除去されても、全然大丈夫でまあ無理やな、さすがに。さあ9コスは無理やろ、これ全部除去ってもルーンで終わりやし、まあフォロワー無理やなあかん、強すぎて終わらないぞ、助けてくれ。プレミしても終わりにしようかな。まあ6連勝か、まあだいぶ長いからな、ちょっと鼻かんでいいですかねはい、すいません、ちょっと鼻かんできました、ちょっとハゼ引いてるので、そろそろもうこれね、区切りを打ちたいんですが、もう40分経ってきたしなこれ見てる方も多分しんどいと思うわ。小賢しいな、また勝ってしまいそうやな、もう勝ちたくないわ勝ちたくない、負けさせてくれ。とりあえず全部入れ替えて、そっか、寝たいから、変異の雷撃取っとかなあかんかったけど、まあいいかまあいいか。1コスなしと、まあ2コスはグレイク出してドロシー下げるって感じかな。で3コスでクラーク出して、まあ、エミルが、0コスで出してクズ鉄ってことは巨兵のデッキか。なるほど。まあグレイク出して、まあドロシーをもう本当最短で出していったらもうほぼ勝ちやから、特にまあ、ウィッチとかは、まあ、破砕の剣士がでも怖いか。なるほど破砕の剣士が怖いな、まあ、攻撃します。まあ、知恵の光かな、知恵の光打って、まあ、ゴーレム出してって感じにするかできるだけやっぱカードを手札にいっぱいある状態でスペルブーストを使っていた方が強いから、グリームニルを出します。で小賢しいななるほど。じゃあここまあ3コスで出して、まあ、こいつら0コスになるんで、まあ、出しておいて、もうターン終了でまあ焦らずゆっくりと、やっていけば勝てるので、まあ相手には破砕の禁止があるんですけど、こっちには変異の雷撃があると。さあ、攻撃します。で、まあ、でもレヴィとか来たらまずいな、小賢しい小賢しいな。ただ土の弱点は
あの序盤はすごい強いんですが、なんか終盤からすごい行きたあの途絶えてくるから、まあ、そこやんな。で一応こう手札が補充できるドロシーもおるから、まあ、なんとかなるし、で無限の魔術を打ちますと。で小賢しいな。でもこれ最初言った通り、やっぱりほら、あ手札入れてきたやろ。でもうこれ出すか、出しちゃって、まあ、変異の雷撃は多分もう一枚来るやろうから、あ別に気にしなくてもいいし、全部これ変燃えれずに変えたらいいから。でそうやな、まあ、進化を使うか、進化使ってまあルーンの貫き打ちたいから攻撃して、攻撃して、あールーンの貫き打って、この展開力がほんまえぐいよな、ドロシーチは。でルーン出して、もう顔でいいやろ、顔打っちゃって、あーもう勝ちやろこれ、あー勝った。ゴコスでは破砕の金じゃないから心配する必要もないし、で小賢しいな。手札も切れてきたしな、まあ、お互い様か。それは結構強いな、この幻惑の記述師。なかなか面白い出来やな。ルーンの貫きか、とりあえず知恵の光打って、まあのんびりね、レヴィ出して、レヴィ進化を使う。まあ相手がどんなカード持ってるかな、ちょっと気になるのは。まあルーン打つか、ルーン打って、まあ攻撃します。でね、もうこれグレンドマジックも多分いっちゃっていいと思うわ。で9点でこっち16点、で盤面をこっち取ってる、だが進化権は相手あっちの方が取ってると。なかなか面白い試合やな。ドワーフアルケミストを出します。なるほど。で土を出します。ドロシーが欲しいな。夜の魔術師を出します。あれこれ潜伏持ってるよな、何やこれできた。なるほど、なるほどな。なんかドロシーが来てほしいな。虹の輝きか。ドワーフ、まあそうやな、ドワーフを手札に戻して、まあ攻撃します。もうこいつら出しておくと。まあちょっとお互い地味になってるな、これは。であっちのがちょっと若干有利って感じかな。ただ9点しかないから、1枚ドロー引くと。9点しかないから、まあ、ワンチャン、まあ変異の雷撃で、まあ、影響を受けるのはあっちなんで、まあ、なんとかなりそうなんですが。で、土の魔変で相手は顔。なるほど、まあどっちにも剥がしなあかんもんな。でもこっちにはルーの貫きが出てきたと。で2で4であと3点か、まあ、デモンストライクが来たら勝ちかな。まあ、回復カードは、上級アルキミスターだけ、あいつがいたらなんとかなりそうやけど、まあ、あいついたらちょっとめんどくさいな。ただ進化権がない状態で、除去をしないといけないっていうのがちょっと厳しそうな気もするが、土だったら疾風のドラゴンを出すと。ああなるほど。ゴーレムの錬成ってことはこれ負けたじゃないか。なるほど、まあまあまあ、でも ある程度強さ分かりました。ちょっともう集中力が消えてきたのでプレミしてるかもしれないですが、もう強いっていうのはもう十分分かっていただけたかな。まあ、自分あ私自身もう分かった、分かりました。ごめんなさい、ちょっと疲れたので、この辺にしたいと思います。